10月30日でございます皆さんいかがお過ごしでしょうか10時20分を迎えましたこの時間は頑張れ南葛 SC でお付き合いお願いします私吉本工業のサッカー大好き芸人井上真でございますそしてお隣はこの方南葛 SC サッカー大好き浅田ですそうですよねお願いいたします、ね、よろしくお願いいたしますッサッカー大好きですよね、はい、こうやってるぐらいですからね、はい、サッカーのやっぱどういうところが好きですか人に感動を与えるところです素敵なんでかその模範回答みたいな <laughs> <laughs> やっぱりね、はい、いろんな日々生きてるといろいろありますけどスカッとしたりねサッカーそのものの中にもいろんなストレスがあったりするんですけどそこを乗り越えていく様を見たりですとか、はい、ねそういうところに感動するわけです人はね。 ご解説ありがとうございます。<laughs> ちょっと今日なんですか緊張してます <laughs>。頭固いですからねいつまで最初あ最初ね。はい。よろしくお願いします。し,します。はいこの番組は東京都社会人リーグえー来年来季から一部に昇格いたしましたえー J リーグ三人を目指しております葛飾区のサッカーチーム南葛 SC を熱く熱く応援していく番組でございますということでございますとおおげで今日もご一緒に皆さんもね盛り上がっていきたいと思いますそれでは今週も頑張れ南葛 SC キックオフ。 さあ改めまして頑張れ中継師井上真央でございます。中継師浅田です。はい、よろしくお願いよろしくお願いいたします。ますさあ10月も30日を迎えましたということで早いもので、はい、もう年末の足音が聞こえてきて早、はいですね。いですけれどもね、い,ねいかがお過ごしですか皆さんね。も、ま、うあの実はこの番組、えー、10月23日の世界からお送りしてますと。 いうことですから毎週<え> <laughs> 生放送でお送りしてるんですけど、はい、今日は、はいえー、収録ということで23日なんですよこっちの世界はなので30日の時点でこの日本に何が起きてるかはそんな分かってないわけですよねええー、何が起きてるかな僕の体脂肪率多分 2, 2ぐらい増えてますねこのペースでは <laughs>、えー、カレーばっか食ってるダイエットが終わってからまずいですね <laughs> もうダメねダメですは、ね、まっちゃってます浅田さんは1週間だったら何が起こってそう 来週の今今今頃は今日ですよだから今ね今日の今頃。 今日の今頃はですね実は岩手県の遠野市にいるんです僕そうなんです皆さんはいそのこともありまして生放送でなくお送りしてると生放送でもよかったんですけど試合中のガチャガチャをお送りしなきゃいけないというね試合中にの放送申し訳できないですよね怒られちゃうというのも何という大会でしたっけ全国クラブチーム選手権はい全国大会で岩手県の遠野市にそうなんです全国大会なんですよ皆さん実は南瓜ですし今季リーグは優勝しています東京都2部を 優勝して一部に上がってるんですけれどもカップ戦と言いましてトーナメント戦ですね、はい、別のカップ戦を全国で5部以下のチームがね参入しているような、えー、トーナメントと言ったらわかりやすいんですかねそれで東京代表そして関東代表になりましての全国大会そうですね28日土曜日から行われていまして、はい、順調にいってればというか間違いなく今日は決勝戦と違います準決勝です今日は 今頃準決勝の、えー、前半が終わるどうかっていうぐらいですねっていう時間に今これはお送りしていますと 1>,、はい、1対0ロで勝ってるぐらいだと思いますその辺まあそこまでちゃんと見越してらっしゃるということなんでさすがですねなのでちょっとその辺の結果は来週こちらでもお送りできますしまあ2時間もすれば Facebook? ターその他に上がってくるんじゃないかと思っておりますで翌日明日の31日は決勝戦ですそうでございますからぜひ皆さん遠野にぜひ皆様平日の火曜日なんですけどお忙しいと思うんですが遠野まで来ていただいて熱いご0援いただいてだってもう1回戦から地元から葛飾から駆けつけてるファンの人も多いですからねあありがたいですね本当に感謝します夜わんこそば屋であったりしてるんじゃないですか 僕らですか？合わないです。あ、その場合には行かないでしたっけ？行きます。ホテルの管理されたちゃんと食事を食べて、もう全部管理します。全部管理します。いいですね。はい。いいと思います。そこはしっかりね。はい。トランプは持ってってはいけないんです。い何度も言いますけども、ダメです。ダメです。はい。 <laughs> そこはねミーティングやって寝ろっていうことですからね素晴らしいことでございますけれどもさあその結果はね来週のお楽しみといたしましてこれをもちまして今シーズンの戦いは終了とそうですねすべて終了になります、えー、ですよね、はい、もう一番の目標であるのはもちろん 2>, まあ2部のリーグ戦、えー、優勝、はい、その目標は成し遂げたということで、はい、よろしいですよねそうですねええー、ってなるとこれからのシーズンはどういう流れになっていくんでしょうか来年度 一部リーグの戦いになりますので3月の末日に、はいはい、スタートいたします、ええ、まあそこに向けての、えーまあ、準備強化、はい、そこをやっていかないといけないので意外とあっという間に時間は経ってしますそれまでも毎週3回練習もちろん<ら>か変わらないですトレーニングマッチも毎週、はい、もちろんです変わらないんですね オフはそうですね年末年始少しあるぐらいですね、えー、じゃあもう J リーガーよりあるしもう休みないです、ね、J リーガーより忙しいですかねそうですよね、はい、ある意味普段からそうですもんねはいそうですね だって J リーガーは午前中練習したら午後はこうのんびりカフェしたりお茶,、ええ、<laughs> お茶したりですね。応援できなくなってきたのなんかあそうですか社会人サッカーの応援したいな僕そうですだってだって,てだって九時5時でちゃんと働いてるどんどんみんな働いてからで週3回練習2時間夜遅く帰ってそうです ね、そうですで日曜だって休みなんかないんですよ皆さんトレーニングマッチあうようにったり演奏したりしながら試合も入ってきますしでしかもそれが何月に終わって何月まで休みとかもないわけでしょ特にないですね J リーガーなんて1日2時間ぐらいちょちょっとやってあとカフェだなんだ言ってそうですね,ね、はい、かわい,い奥さんとなんかそうです、ね、デパートとか行ってそうですで10シーズン終わったら3か月ぐらい休むんでしょまあちょっと海外行ったりして応援できないわもう、うん、そうですよね応援できないよ <laughs> 大変ですよ軟活の選手は <laughs> いやでもなんかそこはやっぱり魅力ですよね <laughs> はい社会人サッカーの見どころねやっぱきついしタイミングとかもあったでしょ朝田さんもその生活を選手としてやられてたわけだからはい夏とかきついんじゃないのやっぱりうんいやまあ夏きついというよりも、うん、年間通じてどうしても仕事の調整とか、うん、そのサッカーがある時は もう早く帰りたいいじゃなでででですすすすか本当よよ職場の理解も必要ねねあるしそうただなかなかねやっぱり7時半から練習やるのにじゃあ6時ぐらいには会社を出なきゃいけないわけですよ会社も忙しいタイミングもあるしまだ帰れないですよねあ大事な試合が迫ってる時もあったわけでしょあら大変だった僕なんかはある意味そのサラリーマンの時代にはもう火曜日とか木曜日平日の練習の時は もうすぐ帰っちゃうわけですよ僕は。あ,あ,あだなサッカーで必よでた職場であ。あれサッカーの練習から帰るんだぞと。はい。多分言われてますよね。サッカーだけに足早かったりしてるなんて、はい。逃げ足だけ早いです。いやいやいや。応援してもでもあの職場になんでそういう人が必要かっていうとやっぱり頑張って体も締まってるで90分大人になってもこう全力で走れるとかってなんかもたらすんだと思うんですよね。 彼ら見てて思うのは。そうですね。あの。なんか爽やかというか。なんだろうな。職場のエネルギーにはなりますよね。わかる、すごい、それわかります。絶対必要なんだと思うんですよね。そうですね。あと職場の人がさ、あの。休みの日に。試合見に行く、集まれるっていうことのなんか。良さもあると思う。絶対ご飯食べに行くし。なんかあの、仕事だけしてると、その。 仕事中のオンの顔しか見れないですけど、ねうん、サッカーがあることによって「<ー>お前じゃあサッカーやってんだったらちょっと見に行くよ」と言って目の色変えてるその人間がいたら共感して「はいうん、お前すごいな」と。そうだね 言ってくださるかもしれませんし、うんうん、リスペクトされて、そうですね。それによって理解もしていただけるかもしれませんし、あとあれもあるよね。例えば田中さんと木村さん男女ですよ。これもう普通に働いてる。はい、そこに近藤くんがいる、近藤選手がいるとしてね、はい、職場に。はい、じゃあ近藤くん、度試合だから見に行こうか、鈴木さんっつって、あいいわよ、田中さんなんつって言ったら二人も職場の顔しか知らないのに、実は田中さんがすごいサッカー好きで、ギ、うん、ャーってとこの子可愛いなみたいな、うん、うわあっていやあそこあれはボランチって言ってねっつって、あ、あ鈴木さんすごいサッカーのこと知って するみたいなね、そこでちょっと恋愛が始まったりしてね、素晴らしいですね、えー。そうそう、ちょっと田中さんとちょっ途中入れ替わったかも分かんないですけど、はい、男女がね、<laughs> そういうこともあるかもしれない。ありますね。<ー>はい、なんか豊かなね、そういうものに繋がっていけばいいですよね。そうですね。えー、本当そうです。すごい。だ、はい、からなんかやっぱりあとはもう大人になってもいつまでもボールそんな忙しい中で蹴ってたいという彼らのね気持ちも素敵ですし、まあいいやつばっかりですもんね。 あの人間性は素晴らしくどの選手も人間性は本当にいいです本当ねで試合行ったらあの全然話しかけていただいてね、はい、いい,そういうメンバーなんでぜひ地元に南勝江氏がありますよということをねえ知っていただいて触れていただきたいあの昔「キャプテン翼」っていう漫画を知ってる方はねえご存知だと思うんですけれども南勝江氏はキャプテン翼の主人公翼君が引っ越してきて入るチームの名前、はい。ね 白いユニフォーム、はい、その同じあの高橋先生が描いたあのユニホーム高橋先生がやって発起人なるわけですからそうですあのユニホームでやってると、はい、僕ら世代からしたらあのユニホー,ームでサッカーしてるということがもうワクワクドキドキでございますからそれが J リーグに上がった時はこれ海外でも有名な漫画でもありますからいやー本当ですよ、ね、リオデジャネイロオリンピックの閉会式にも「ドラえもんドラゴンボール」に混じってねちゃんとそのシーンがありましたから世界中があのユニホームを知ってるわけですよ。 ある種 FC 東京よりも有名なユニフォーム、ね、鹿島アントラーズよりも有名なチーム名でございますから世界ではね本当、えー、トップレベルの選手たちが本当にリスペクトしてる漫画ですし先生なので、うん、本んに。 ちょっとそれが J リーグ上がってアジアチャンピオンズリーグそしてクラブワールドカップ出ていくというねそんな夢を持ってねいや壮、ええ、大ですね楽し,でな楽しみですぜひ、ええ、その辺の論ン,ンも盛り上げていただいたらね素晴らしいですさあじゃあもうシーズン終わりますからどういうふうにファンは応援していったらいいですか我々は。 この後はそうですねちょっと控室戦がなくなりますので、そうだよね。ただあのトレーニングマッチなどはありますし、トークライブとかやってください。え？選手でトークライブとかやってください。トークライブ。オフはやっぱ人柄を知りにね。なるほど。あの数時間のほら居酒屋さんとか回って、三人ずつとか来てもらってマイクちょっと立ててさ、数時間 F.M. さんが持ってって勝手に働かしてます。そこでトークライブ。いいですね。いいですね。 で、こう社会人リーグとこの今後のね中絶しについてみたいなやりましょういいやりましょうね <laughs> <laughs> いろんなアイディアをねオフシーズンはじゃあ僕月曜日はちょっと放送外れて選手が来てもらえるように、うん、本当にはい別にあなた外れなくたって言うとあんなた他にやることあるわけじゃないんだからそれ <laughs> <laughs> あるでしょうけどこの時間は来てくださいよそれはそ,そうですかあと誰かが来た時にね黙る癖ありますからね、はい、<laughs> <laughs> 違う、パスしちゃうんですよ あなるパスしたらあれでしょ周り追い越してサイ,サイドでオフサイドにならないように待つという,、ね、そ,う,そ,うそういうことをやらないといけないんですけどキックアンドラッシュですからラッシュできなくてですね <laughs> キックしたままなんですよです、ね、確かにオフだといろんな、ね、コンディションも調整しやすくなると思うのであんまり、あ、忙しいのは変わらないですけども、はい、まあ多少そのね勝負のキンキンの勝負がなくなるわけですからラジオもねぜひ来ていただきたいなとぜ<ひ>若手の選手バンバン呼びましょう ね若い選手来ないんですよね。学生でしょ。はい。もう多分春休みだと思います。ああ、そこかじゃあ、じゃもう毎毎日だ。毎日毎日。反抗そここでスタンプ。毎日スタンプを出します。出席率取ろうちゃんとここね。藤野くん。はい。ケイケイくん。ケイくんは社会人か。ケイくん社会人。ああ、そうかそうか。でも近い人はバンバン来てね。近藤大輔くんも今度社会人になります。ああ、なんですよね。あそんなところ応援していきましょうよ本当にね。はい。というわけでございまして、頑張れ南葛ですし、毎週月曜。 この時間十時二十分にお送りしております、はい、えメールも、ね、いつもありがとうございます今日もいただいておりますが、えー、来週にね、えー、お読みしたいと思います来週はクラブ選手権の結果ということでそうですねお伝えしたいと思っておりますね、はいえー、オフシーズンもバンバンランガズッシの生の情報をお送りしていただき,きたいと思いますんでね、えー、ぜひ楽しみにしてくださいじゃあ瀬田さん、えー、この年末に向けての抱負を一つお願いします、はい これまでもです、ね、南中 SC は葛飾区のさまざまなスポンサーの皆様方、はい、行政の皆様方いろいろな方々にあのご声援いただいておりますけども、はい、ぜひあの多くのご声援をさらなるご声援をいただきたいなと思っております。はい、スポンサーも,も、ね、あの募集しておりますので ぜひご連絡いただけたら、はいえー、見ていただいてもうすぐ私飛んでいきますんであっ浅田さんがもうすぐね、はい、そこはもうラッシュでラッシュでもうそこは早いです <laughs>、ね、みんなの力でユニホームに名前を刻んでいただきまして、はいえー、大きいチームになっていけたらいいんじゃないかなと思ってます、はい、さあ今頃後半 もう後半始まるぐらいです準決勝の後半が始まっておりますよ多分2-0で勝ってると思いますで勝ってる浅田さんは今何してますかね今ベンチで寝込んでます寝込んでいる勝っているのにどんな疲れちゃった連戦ですからね連戦ですからねもう三連戦です三連戦目なんでちょっと来週以降はだからそのシーズンを終えてその何冠も勝ち取ったクラブ選手権でもちろん勝ってきたはい。というてで 定義してますから待ってますからねわかりましたクラブ選手権全国制覇外戦スペシャル外戦スペシャル2時間番組っていう形で2時間番組勝ちも開けて待っていただきたいと思いますねこの後はあれですか日だまりにおいでようですかそちらでもスペシャルちょっとやります聞いいてくださ頑張れ